に紛れるんで竿は、うん、今日のタックルは？今日のタックルは来年出るブラックバージョンの8号の、うん、8号。はい。で変わったりですね。うん。さっきと心地が変わってる、うん。ちょっと硬めのセッティングに、うん、なってますけど、それでちょっとやってみたいと思います。今週いろいろテストしたと思うけど、どうやった？通常のやつで十分いけるかなと思いますけど、うん、まあちょっとそっち全然パワータイプの方やってなかったんで、うん、パワータイプでやりますけど、通常の方で十分グジョーならシーズン通して、うん、まあシーズン通してって言っても、まあ6月の後半ぐらいから、うん、梅雨明けぐらいからはそれだけで使ってもらえるぐらい、うんうん、で割と同調子なんで、うん、かかってからしっかりとためやすい、思いっきり曲げれるんで竿を、うん、なかなか竿を思いっきり曲げるのってあれなんですけど、そうやね、前作のブラックバージョンちょっと先調子、うん、どちらかといえばまあ同調子入りの中でも先調子だったんで、うん、1回走られるとどうしても下らないといけなかったですけど、うん、今回はもう本当にギュッと曲がるんで、うん、一歩も動かずに、うん、その場で、何センチぐらいまで対応できる？通常のやつでいけば僕が今シーズン抜いたには26センチまでは抜いてます、うん、で、大鳥に使うのにも、まあ、24センチ、5センチぐらいまでは、うん、まあまあ使えますね、うん、で、まあ重りの目安でいけば3号ぐらいの流れとかで、うんうん、まあ、4号ぐらいになってくるとどうしても負荷がかかりすぎるんで、うん、まあ、3号ぐらいの流れをやるには面白いちゃうかな、うん、まあ泳がせもできるんで、縦竿で、うん、全然、うん、あれなんですけど、まあパワータイプはもうワンランク上なんで、それこそ本当に27センチぐらいまではいけるんじゃないかなっていう硬さ、うん、ちょっと試したいなと思ってましたけど、うん、ちょっと台風であんまり大きいのがいなくなったんで、ね、うん、まあ昨日も24センチぐらいまでは全然楽勝でやってますんで、うん、まあ、かかるかどうかわからないですけど、うん、大きいやつがかかればいいかな、うん、ちょっとやってみたいと思います。もう10月やでね、ちょっと超過的にも厳しい状況で、そうですね、まあ漁場館内も結構皆さん、ね、苦労してる感じだけど、まあ、差を出せるだけで、うん、っていうところがあると思います。まあそこはあの地元の名人だから、まあ、ちょっとそんなところをやっていきたいと思いますまあちょっと頑張ってやります。仕掛けはどういう風？仕掛けは天井とか風呂の1号で、うん、上がで水中位とか複合の005号を6m ですね、うん、6m で付け糸、下の付け糸が、うん、フロールの 0.4号、うん、で中ハリスが 0.8 号のナイロンですね、これナイロン、はい、で今日ちょっと昨日も背張りつけてやった方が良かった気がするんで、うん、まあ、ウレタンゴムの背張りつけてやってみます、うん、で、針はこれハヤテの7号、はい、やってみます。でも
もまだ脳のかかり方でいうと、うん、ここまで終盤って感じではなかったんで、うん、魚さえいれば、うん、ちゃんと追ってかかるんで、うん、どこでも死んでも後ろでもどこでもかかると思うんですけど、まあ、だいぶ水温が下がったんで、うん、完全に秋の川になっちゃったんで、うん、釣れるか分からないですけど、うん、追ってかかった。本当？それはあれかもしれない。あの魚影が少ないと縄張り意識があるで。ちょっと細いですね。それさっきのやつ？24センチくらいあるの？メスやな。ああ、うん、細いけど。うん。同じぐらい。仕掛かりなんで。うん。まだ若い。まだまだ若いですよ。若いねまだ。ああ。うん。エリ当たりしたね今。よいしょ。ちょうどいいサイズだね、おとりには。20センチぐらい。広いね。メス。若いね、まだ。おーっしゃー。おー、団子なっ。あれ。巻き切りよ。おー、でかいか？感じで曲がっとるね。
ょっと前半1時間ぐらい苦労しましたけど、うん、まあまあこっち来てからは移動してからはまあまあ釣れたね。そうですね、一番大きいので25センチぐらいのは上ですか、うん、おーでかいでかい、まあまあいいやつが、いいやつやね。はい、まあちょっと流れがそこまで発生入りかかってきて、うん、流れがそこまでなかったんで、うん、ちょっと曲がりきってはなかったかもしれないですけど、うん、まあまあこれぐらいのサイズならおとりにしても余裕でいけたんで、ね、うん、ね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。寒いですデッドしては前作よりはもっと胴に乗る感じの、うん、調子で、で前作はどちらかというと胴調子気味でも、どちらかといえば先調子気味だったんで、うん、まあ、すぐ抜く分にはそちらの方が良かったんですけど、一回流れの中で走られたりするとどうしても一歩二歩三歩ついてくだらないといけなかったんですけど、うん、今回はもっと胴に乗せることによって流れの中でもグッと溜めると竿がグッと曲がるんで、流れの中でちゃんと止めてくれて一歩も下がらずに、まあ、ちょっとその止めてから浮かせるまでにはやっぱり同調子なんで時間はかかりますけど、うん、まあ、ぐーっと溜めて一歩も下がらずにパッと竿が抜いてくれるような感じになってると思います、うんうん、でまあ今回ちょっと今日はパワー穂先、ええ、ちょっと強めのセッティングでやったんですけど、まあまあそれでもまあ15センチぐらいですかね、もうオートリーに使ってもまあ使えなくはないんで、うん、あれですけど、うん、まあ大体グジョーであれば梅雨明けからこの終盤ぐらいまでずっとノーマルタイプでやってもらえるようなセッティングになってると思うんで、うん、本当に泳がせも実際できますし、うん、荒いところも3号ぐらいのきつい流れでも全然できるんで、まあよかったらぜひ皆さん使ってもらえると。じゃあもう初期から、はい、もう終盤までずっとこの1本で使えるってことやね。そうですね、長良川だったらね、まあ、そうですね、やっぱりまあ使えますね。はい、そうやね、はい、うん、でもまあ実際のところ言えば、まあ、初期の本当にレース病の合いとかは、あ、まあ、ちょっとオーバーパワーかなっていうところがあるんで、まあ確かにね、まあ、そこはちょっと使い分けてもらえるとより一層、うん、楽しめるじゃないかなと思いますけど、うん、まあこの1本でも十分、うん、使い方次第で、まあ解禁後、はい、しばらく 2,3、ね、週間7月からかな、ね、はい、うん、まあ、6月郡上の例年だと6月の終わりぐらいか、うん、これでそうやね、はい、うん、曲げて、そうやね、楽しんでもらえると思います。